って。アップないっす。ありがとうございました。開幕戦でこんなに応援してくれるなんて思ってもいなかったっす。でも本当に今プロみたいな感じっすね。こんだけサポーターがいて3部で来たことは多分ないと思います、ね、静岡から来てる、大阪から来てる、滋賀県もちろんのこと、これが僕たちの始まりです。まだ始まりですね。今日開幕を迎えられたっていうのが本当に僕も夢のようです。半年前、1年前、ユニフォームもなければ、チーム名もなければ、選手もいなかった。でも、今日こうやって開幕戦して、畳みかけました、今日。自分たちのサッカーではなかったかもしれないけど、今日、30点取る目標でやってました。目標は届かなかったけど、ね、本当に選手たちが頑張って、ひたむきにやって、大人が本気で見せるところ、それを皆さんに見せたかった。まだまだ、何もないです。プロでもない、僕も今プロでもないです。でもここから滋賀県に J リーグに向けて頑張っていきます。みんな本気です。それぞれ SNS でも発信めちゃくちゃ頑張ってる。普通の東近江にいた普通の人です。でももしかしたら町のエースになれる可能性を十分に秘めてる。 Twitter1 投稿1万人見られてるんですよ、このメンバー。1つの投稿5000人1万人見てます。そのみんなで拡散していけば多分滋賀県に J リーグできます。僕たちがどうかは分かんないけど、必ず滋賀県に J リーグができるきっかけっていうのは必ず早まると思ってる。そこにいる選手がね、子供たち将来 J リーグの背番号8番つけますよ。そういう時代に行きます。でもこの人たちがいなければその歴史っていうのは始まらないです。だからもしよかったらこれからも追いかけてください。3部リーグ今年めちゃくちゃ数少ないです。だから今僕たち高校ジャックしてます、滋賀県で。何もなかったメンバーたちがこうやってやって頑張ってこんだけ来てくれて、みんな興奮してましたよ。興奮してました。関西テレビも来てます。キリンビバレッジからジュースも来てる。お菓子狂ってる。でもそういう人たちをみんな巻き込んで、ここにいる人たちが言ってください、口コミで。あーこうおもろいぞって、あのチームなんかやりよるんちゃうか、その一言が滋賀県に J リーグできる機会必ずできると僕思ってます。 OK ですか、はい、皆さんにかかってます。だからこの人たちのインスタグラム、ツイッター全部シェアしてください。全部シェア、ビア弁天のツイッターシェア、リツイート。でもそれがほんまに滋賀県にムーブメント起こすんですよ。僕たちもほんまそれを頑張ってます。お願いします。今日はありがとうございました。本当にありがとうございました。ぜひぜひ写真撮りたいから、この絵があったら滋賀県衝撃になるから、もうちょっとみんな集まってもらって、みんなで